はい、今日も始まりました気ままに天使登場の林です。今回はウィルソンから怪しげな3枚のメッセージカードが届きました。で、今回、急遽動画を撮ってますが、このね、怪しげなメッセージカード合計3枚届きました。この緑色の濃い色の何かで、まず1枚目は2024年2月速さが世界を変える、今回ね、この今黒いラケットになってますが、何かニューモデルが発売されるっていうところで、もう速さが世界を変えるっていうところを売りにしてやっていくそうです。そして2枚目、こちらですね、プロジェクト47っていうところで47地区、首都都道県につき1人、このプロジェクト47としてアンバサダーをね、1人今各県で募集をしているというところです。ウィルソンのホームページからこのプロジェクト47で調べてもらうと、もうこの47人の方が1年間このラケットのアンバサダーとして活躍をするような感じでね、書かれてますね。そして3つ目、2024年1月始まりはテニスの聖地で、こちらはね、ウィルソンのホームページにちょっと書かれてましたが、先ほどのこの47人がこちらの1月の始まりはテニスを聖地のイベントに招待されるっていうところで、テニスの聖地といえば有明ですね。有明に招待されて、この新作、この最初あった2月に発売される新作のラケットがこの始まりの地で多分打てるんじゃないか。あとはね、様々な内容もホームページ書いてあるので、ぜひね、興味がある方、誰でもちょっとね、申し込みができるっていうことなので、ぜひ申し込んでもらって、今回このウィルソンがこの濃いめの緑あのラケットかな、オレンジも入ってるし、ちょっと気になりますね。僕はかなりこのラケットがちょっと気になってます。またね、詳しいことが分かったらまた動画の方を撮ってあげていきたいと思うので、はい、今回この3枚の謎なね、メッセージカードが届きましたが、ぜひぜひ皆さんもね、どんなものかなっていうとこう予想してもらいながら、その予想をね、コメントにぜひ書いてもらえていいかなと思います。はい、今回の動画がちょっとこのラケット気になるなっていう方、高評価ボタン、また天使に関する動画をさまざまアップしてますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。